こんにちは。こんにちは。2月28日、2月最終日、皆様いかがお過ごしでしょうか。お過ごしでしょうか。結構天気も良くてですね、明日から3月、気持ち改めて頑張っていこうと思います。で、今日も隙を見て動画を撮っていくんですけど、いつも通り動画の主役の中野瀬と、今日もはい、今日の、カメラマンアシスタント清水、ちゃ逆やこれいつもと逆や。いつもこっちこっちちょっと主役やりたかったんやろ。ちょっと立ってたら出てみたくて、ちょっと出てなかったんやろ一応ね、俺もね、はい、たまにはカメラマンやってみたかった僕もこれいつもと逆パターン、このグダグダを楽しみにしてる人いるだろう、いないだろう。コメントいただきましたから、はい、今日もごめん、見てください。ガチグダグダもういい、行きましょうか。オッケー、戻りますか。戻ろう、いつものポジションにね。パスしましょう。さて、あ、落ち着く、こっちがこっちがいい。清水さん、改めまして、2月28日、はい、2月最終日の日曜日、皆様いかがお過ごしですか。しゃ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 もしもしこれが言ってないって言うだけさて、もう時間もね、今日は迫ってきましたので、はい、また今日行きますけども、今日の、ブログは、昨日のある意味続編、昨日はね、 M と M、まあ、いわゆるモンクレームーレの2大アウター、をちょっと、ご紹介してましたけども、はい、今日は、まあ、ものはね、昨日見てもらってますので、この後アップする予定のブログでのスタイリング編をちょっとご紹介したいなと思ってます、はいはい。で、今日はブログ、モンクレーをご紹介予定なので、モンクレー2モデルのスタイリングをちょっと、うん、あのこの動画でもご紹介したいなと思ってます、はい。まずは今日今着てます、着てますね、これ、はい、このモンクレーの、まあ、スカジャン風ブルゾン、はいはい、今日のこのスタイリング、まあ、昨日ね、動画を見てもらってる方はなんとなくそのイメージついてると思うんですけど、あのやっぱり今回のご紹介を二方、いわゆるこうモンクレーの春夏らしいこのポップなちょっとこうデザインというかね、あのカジュアルな雰囲気で、作られてるで、モデルなので、着こなしもね、あのちょっとこう大人っぽさを少し入れながらも基本的にはカジュアルっていう、テーマで作ってみました。これまさにこの後ブログでね、あの詳しくご紹介予定なんですけども、ですね、はい、あのなんか個人的にあのまあまああくまで着こなし自体めちゃくちゃドカジュアルなんですけど、はいはいはい、なんか今回のこのカラー自体がね、ベースはネイビーなんですけど、ちょっとね、あのすごく発色もいいし、うんうんうん、で大事なのは結構ね、この意外とインナー使いがミソかな。このね、スカジャン型のデザインなんで、首元こういうねシンプルパターンですけど、うん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 、今日はプローバーのパーカー着てみました、はい。これも正直ね、ブログでまだ、ご紹介できないままちょっと数がなくなっちゃって、あ、でしたかね、はい、ちょっともうご紹介できないかなっていうちょっと最高状況になっちゃった、スリドッツのプローバーのパーカーです。新しい素材で出てるんですけど、ちょっともう数がないんで、ちょっと今日は、もう言いません、はい、スルーしちゃって。で、まあ、この発色をすごく個人的には楽しんでほしいなっていうのもあったので、まあ、やっぱね、引き立つ白、うん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 、そうで、なんかね、この白、まあ、元々最近プローバーのパーカーってうち評判いいんですけど、この特にこのスカジャン型の、まあ、デザインだったりとか、うんうん、首元のね、あの見え方だったり、個人的にパーカーがすごく合うなと思ってて、まあ、こう今日足元は白のスニーカー、これパンツオブラドールのレザースニーカーと、はいはいはい、パンツがシープラス、シープラスのコットンリネンのベージュのパンツ、じゃあ、まあ、白ベージュネイビーっていうね、まあまあ、3カラーでまとめてみましたけど、うんうんうん、結構爽やか、いや、かっこいいんですよ、個人的な気持ちでいたんですよあ、写真撮りながら、あ、意外と爽やかだねっていうなかなか個人的には満足度の高い、はいはいはい、あくまで、めちゃめちゃ決めたくしてるスタイリングじゃなくて、うん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 、あくまでラフ感は楽しんでほしいんだけど、まあ、色使いとかね、うん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 、春夏らしい色も取り入れながら、まあ、こういう、まあ、例えばこう切り替えだったりとか、この、ね、デカロゴっていうのをあくまでこう売りにしているものであるので、まあ、中はすごくシンプルな無地のインナーっていうのが、まあ、分かりやすくて一番いいんじゃないかなと思ってます、まあ、パンナらしい、はいはい、まあ、普通っちゃ普通だけど上質っていう気持ちでは作ってみました。
で、まあ、今日この後もね、あの写真で撮る予定なんで、あ、もう撮ってるか撮りました撮りました、アップ予定なので、まあ、細かい色だったりとかね、雰囲気は、そちらで見てほしいんですけど、まあ、動画ではね、このなんか柔らかい質感のところをぜひ見てほしいかなっていう。でもこれやっぱ凝ってるよね。いや、かっこいいですね、うん、切り返しの、改めてこの素材とかって、こういう異素材のものを作るってある意味あのできそうってすごく難しくて、あ、でも確かに、そう、あのなんかこういうアウターブランドも最近こういう、まあ、ハイブリッド型ブルゾンって増えましたけど、モンクレアがねやっぱ一番うまいと思います。あのこういう特にこうシャリ感のある素材とこういうちょっとこう柔らかい素材感を組み合わせるって、はい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 、やっぱ技術がないとこう完成度よくできないというかね、なんかボテッとも見えないし、はいはいはい、なんか袖が全部この生地だけので、こっちナイロンとかは見えますけどね、なんかこういう複雑をですね、ですね、作られてるパターンはやっぱり技術力というか、もう本当に実力派としてのモンクレの底力が出てる、モデルじゃないかなと思います。まあこんな感じで、もう一方はベストをご紹介予定で、今日この動画でもしたいと思うんで、あ、ちょっと待ってください、はい、電話かけられ繋いでて、はい、こちらですね、かけてあるのがこれです。僕の推しとしては、ここの見えますかね、リブのこの配色ですね、ここがすごいツボです。お待たせしました、かっこいい、あ、早い、お待たせしました電話だったので、もう一個ベストをご紹介予定なので、はい、着替えます、はい、なんで、1分ぐらい、はい、ちょっと繋いでてください、繋ぎます、いってらっしゃいませ。そうそうそう、ここですね、このリブの部分が、あ、ピントが合ってないかな、好きです僕、かっこいい、これ、まあ、せっかく時間があれなので、今日も非常に人気でしたギローバーのシャツ、ちょっと今オレンジが少し注目を浴び始めましたね。インナー白黒で前開け羽織いいよねっていう方が今日もちらほらと。とやっぱここですね、ここリネンのバンドカラー、首周りの作りがまたこれがいい感じ、これだいぶ単品で見るとグワッときますけど、意外と着るとかっこいいんですもんね、フェイズリー。ちなみに僕のホーム博多ではこれの色違いをやってたりしますので、このブルーの配色のところがブラウンベージュみたいな色です。これがめちゃかしついな、ブラウンベージュです。お待たせしました、次のスタイリングは何でしょう。ででん、はい、続きましてはベストスタイル、またパーカー、はい、そう、着替えたって言いながらパンツ買ったっていう野暮なツッコミはやめてください温かい心で時間の都合上こうなってしまいましたね、はい、ただまあ、あの、まあまあ時間の都合上もあるけども、これもね、なかなか個人的には結構あの気に入ってます。あの今回は昨日、まず主役は昨日ご紹介してた製品染めのもう薄ライトダウンベストで、ベストって、ね、ベストにパーカーって、まあ、もちろん当然合いますよね。で、まあ、これはあのなんていうかな、あのもっとこうスポーティーな雰囲気だ、より休日感のある着こなししたかったのが今回のテーマだ、まあ、ある意味さっきと正直もうあのこっちがパンツがもう今とんでもない大ヒットを巻き込んでる3つのいわゆるスウェーパンのライトグレーですね。もう結構ね、この今回はグレーに、白っていうのがメイン、うん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 、で、まあ、主役でこの繊維染めのダークネイビーっていう合わせですけど、これもね、色合わせ結構品があっていいよね、かっこいいですね、うん、なんか大人のそうラフスタイル、そうだから、まあ、あの休日感楽しむっていう着こなしでのテーマでやりましたけど、結構かっこいい、いや、かっこいい、そう、この感じはね、すごくあのなんか決まってない大人の休日感ってこんなのかな、で、まあ、おしゃパパですね、そうそう、パンダってね、基本カジュアルですけど、
まあ意外と店頭見るとセットアップとかね、ジャケットとかもあるけども、まあ大体皆さんね、例えば週末の休みってあんま着られたくないよねっていう時、こんなのやっぱいいなって思います。で今回もパーカーに、薄ベスト、まあこのパンツもね、正直やっぱめちゃくちゃ万能よね。ですね。あの売れる理由が分かるなと思いますけど、なんかスタイリング困った時これ履いとこうかなとかありますもんね。だね、今まあ他のパンツを圧倒してこれが正直売れまくってるのもあるんですけどまあその理由はやっぱ履けば分かります。あの形がやっぱすごくいいし、うん、まあシルエットの良さだから意外とどんな着こなしにも合うなっていう、と、まあこのダウンベスト、まあ、この背中のロゴ結構見慣れてきたかもしれないもうなんかおっと並んでた。そうよしよし。昨日まではあちょっとやっぱ攻めすぎたかなっていうのも一瞬あったけどもう悪くないっすですね、はい、もうちょっと向こうの方に立っていただいたら、うん、多分全身がこれで入りそう。あー入りましたね、この感じね。あーいい、あーかっこいいです、かっこいいです、かっこいいです。そうそうそう、あいいです、いいです。こう見るとまあまあ、あのもちろん決して地味じゃないですけどあまあまあ、あの悪くないなってですね、ですね、多分思ってくれるんじゃないかなと思います。はい、かっこいいです。そうだ、これも共通してるのはさっきと同じで、このあの質感だったりとか、こっちは特にこの背中のバッグのデザインがあるので、もうあの答えはめっちゃシンプルに着るのがかっこいいです。まあそうしてもらえればいいかなと思いますね。そう、こんなんとかはちょうど明日とか多分気温またなんかグッと上がって22、23度ぐらいいきそうなんで、まあそんなとこだったらね、冬アウター脱いでこれぐらいの着こなしてなんかちょうどいいんじゃないかなと思います。ただまあまた寒くなるみたいなんで体調管理には気をつけましょう。はいはい、ありがとうございます。店頭ではもう春物をすっぱくまあこんな感じですね。はいはい、なんでまあ詳しい商品説明だったりとかはこの後アップする予定のブログでご紹介してますので、はい、今日のブログ担当は博多の詩人ですよね今日はね、うん、博多の詩人なんですねさっき出とったやつやっぱね、もう載せブログがやっぱもうね、もうおもろいおもろいっていうね、あ、 もうありがたいことに、うん、こういろんな方からそう、はい、言っていただいてますね。こうやってハードル上げるからね、はい、今日ね今日のブログ大変やね、じゃあね気合い入れないからね、そうそうそう、今日ね。はい、まあそんなかんなで、はい、まあ昨日の続きの続き、はい、また続きは今日のブログで、はいはいはい、また楽しみにしてもらえればなと思ってますので、はい、明日からもう3月早いね。で、まあ、3月はまだ続々と情報はブログでアップしていきますけども、はい、結構目白押しでして、まあいろいろ準備しているものもあります。まああの C のコード版ローファーも来るでしょうし、はい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 、なんだ V のあの別注コートも復活分が来ちゃうんじゃないかとか、はい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 、はたまたあの L のポップアップイベントみたいなやりたいなとか、もしくは昨日ブログチラ見せの Y の別注デニムカーゴが来ちゃうんじゃないかとか、はいはいはい、もう言い足りない言い過ぎまあまあそんなこんなで面白い3月になるんじゃないかなと思いますので、はい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 、いろいろまた楽しみにしていただければなと思います。はい、お願いいたします。2月もありがとうございました。ありがとうございました、はい、3月もみんなでワイワイと楽しんでいきたいなと思いますので、はい、また店頭にお問い合わせにと、続々お待ちしております。お待ちしております、はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございます。失礼します。失礼します。